犬の願い。りんちゃんのお家の庭にはもうあまり動けなくなった年老いた犬が住んでいました。犬はいつもあんな風にもう一度早く走れたらなぁと窓際に座り、外にいる他の犬を眺めています。年老いた犬は足があまり動かなくなっていました。歩くのもゆっくりゆっくりです。大好きなお散歩も、大好きなりんちゃんとのかけっこももうできません。犬はりんちゃんが大好きでした。りんちゃんが生まれた日もよく覚えています。パパとママがとても嬉しそうだったこと、りんちゃんの泣き声にびっくりしてワンワンたくさん吠えたことも覚えています。よくお昼寝も一緒にしました。おもちゃの取り合いもしました。りんちゃんのおやつを取ろうと喧嘩もしました。りんちゃんも犬が大好きでした。お散歩にもたくさん行きました。公園に行くと、引くよーよーいどん、りんちゃんとかけっこをします。いつも絶対に犬が勝ちました。それでもりんちゃんはもう引っかーいと嬉しそうにはしゃいでいます。あれからどれくらい過ぎたのか、年老いた犬にはわかりません。ただ足はあまり動かなくなり、りんちゃんは小学校のお友達と遊んでばかりで、年老いた犬とはあまり遊んでくれなくなりました。それでも犬はりんちゃんが大好きでした。ご飯をもらうとき、尻尾を振って遊んで遊んでと言ってみますが、りんちゃんは犬をひとなでして部屋に戻ってしまいます。だから犬は毎日神様に祈りました。もう一度だけ早く走れる足をください。もう一度りんちゃんとかけっこをさせてください。犬の足はもう立つことがやっとなぐらい動けなくなっていました。ある朝、お散歩行くよー、りんちゃんの声がしました。年老いた犬は嬉しくて嬉しくて尻尾を振りながら一生懸命ゆっくりと立ち上がりました。するとりんちゃんはひょいっと犬を抱き上げます。びっくりした顔で犬がりんちゃんの顔をのぞくと、歩けなくても抱っこすればお散歩に行けるんだよ。りんちゃんはにっこり笑顔で言いました。いつもの散歩道、なんだか懐かしい匂いがたくさんします。お花の匂い、土の匂い、おいしいパンの焼ける匂い。ここのメロンパンはりんちゃんの大好物で、よくお散歩の途中で買って公園で食べました。犬はほんのちょびっとお裾分けをもらうのが大好きでした。ちょっと待っててね、ママにお小遣いもらったの。犬はパン屋の前で降ろされます。しばらくするとりんちゃんがメロンパンを買って出てきました。公園で食べようね。そう言ってまた犬を抱っこします。いつもの公園、いつものベンチに座ります。犬はりんちゃんのお膝に丸まりました。メロンパンを食べながらりんちゃんがお話をします。前はたくさんここで遊んだね。今はあんまり遊んであげなくてごめんね。足動かなくなっちゃったらリンが足になってあげる。だからこれからは毎日いっぱいお散歩しようね。そう言って泣きそうな顔のリンちゃんはメロンパンを
ちょこっとくれました。全部食べ終わると、かけっこしよう。りんちゃんは犬を抱っこしたまま走り出しました。犬の顔に風が当たります。周りの景色がどんどん過ぎ去っていきます。久しぶりに犬は風を感じました。なんて気持ちいいんだろう。犬はたくさん尻尾を振りました。それを見てりんちゃんは、もう一回と、嬉しそうにはしゃいでいます。足が動かなくても、走れなくても、犬は神様にお願いした通り、りんちゃんとかけっこができました。その日から犬は、毎日、りんちゃんとお散歩に行っています。りんちゃんが犬の足になってくれたからです。神様、ありがとう。犬は神様にお礼を言いました。おしまい。